って暑かった暑い、8月は暑いですね。2023年8月暑い、そんな、2023年8月東京、今時間はもうそろそろ夜9時になります、はい、今日どうですか今日暇です。暇ですか。暇です。素晴らしいテクニックを持っているのにお客さんが来ないのは本当残念ですね。だって疲れてる人もいますよ世の中、うん、疲れてる人もいてマッサージできる人もいて、この2つがね、はい、会えないのは本当残念ですよね、はい、そのために僕はやってまいりました、うんね、この素晴らしいマッサージの先生と、これをご覧の体が疲れて苦しいな痛いなっていう皆さんをこう出会わせるために今日やってまいりました竹の塚、はいね、じゃあ今日のテクニックは何ですか先生。今日は特選ですね。これは特選、特選、これは特選のこういうの日本語なんていうの、特選で特選木槌療法、これのね、これはい、見てる人が、ね、気持ちよさを分かんないと思うよね。これ何に効くんですか。これは筋が、うん、筋の、うん、硬いですね。筋も効く。触るだけで気持ちいいね。これも、うん、ちょっと痛いな。昔のタイのこれ、うんうん、日本語の江戸時代みたいに、江戸時代、そうね、これね、うん、やってるんですね、うん、昔はこれ、うん、でも聞くは聞く、うん、でも日本人はどうかな、あまり好きじゃないかな、うん、これ好きかな。これ今人気あるんですよ。そうですか、まあ、今っていうか多分7年8年ぐらいかな、はい、2015年ぐらいからこれ流行ってますよ、はい、日本で。そうですか。どうして流行ったかわかんないけど、うん、これやってると、うん、これはあれだね、音が静かでいいですね。木でやるとカン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 うるさいんですよこれ。あ、木は、ね、木は音うるさい。そう、これはちょっと、うん、これやってるんです ね、じゃあお願いします先生。あ、そうそう、先生ご紹介します。先生、じゃあ、スワディーカー。先生お名前は。イッです。イッイッイッ、うん、ね、イッ、うん、イットさん。はいはい、もお店はみなままあきという、はい、でもタイの名前、はい、いっちゃんとみんな、いっちゃんです。いっちゃんです。とっくんか、かわいい、よろしく、うん、まあ、なわタイがなかなわタイがでよか、はい、まあ、練なわっこないなか、はい、勉強もね、勉強くるのも大丈夫ですよっていうね、こんないなわっめぺん、まあ、練なわっないなか、はい、勉強も教えてます。そうそうそう、マッサージがね上手じゃない人もここに来ると ね、 そうですね、テクニックできます。うん、傘とこっちも、うん、トークセン、日本語はわからないですね、うんうん、まあ、日本語トークセンでいいですけど、木槌療法、はい、うん、はい、木槌療法、多分、はい、図が多分体重難しいんですけど木槌療法、木槌療法、うん、はい、で、まあ、それでね、ダウルアンっていうお店なんですよ、はい、ダウルアン、ダウルアン、はい、ダウルアン、ダウルアンの、はい、いいの店、これダウルアンです。はい、わかりました。ダウルアン、はい、まあ日本のタイ人のタイマッサージメンバーの結構偉い方ですね、はい、こう見えても、こう見えても、お店はボランティアもやってます、はい、タイの大使館の放送人、はいはい、あそこボランティア、私は、はい、ボランティアに入ってます、はい、10人で一番中に入る、うん、本当は、うん、グループは150人かくらいですね、はいはい、まあ、だんだん見てる人が今分かんなくなってきちゃったから、はい、まあ、とりあえずね、まずはちょっとこれ、ね、テクニック、そう、オッケー、ね、ちょっと音がちょっと、うん、違うですね、うん、これはちょっと硬いところは、はい、おお、これ違う、はい、あら、はい、こっちは、はい、はい、多分今映ってないからね、
ちょっと映る方に行く。じゃあちょっと、はい、先生こっちがいいですか。こっちで、はい、こっちから。こっちの方です。はい、ここでお願いします。こっちで。はい。見ますかこれは。見えますよ。はい。これですね。はい。いや昨日もさ暑くてさ暑いあまりよく眠れなくてちょっと今少し頭が痛いんですよ珍しい、うん、あんまり体これ硬いの音がちょっと違うですね、はい、じゃあどうしたらいいの、うんうん、どうですか、うん、気持ちいいですね、うんでこれをやると筋肉が柔らかくなる、ほぐれる。はい、柔らかくなるんですね。うんうん、あのこれもやって、うん、マッサージも一緒にやります。あ、これ終わってからマッサージやる、ね。はい、マッサージもやります。これで傷口療法のトーク線で体をほぐしてから、はい、マッサージをするっていうね。はい。うん、なんか少し。あの暖かくなってきましたよ今背中がだんだんと、はい、いいかもしれないこれ、うん、まあここに来ると体の痛みがあるとかね、はい、辛いとか大体良くなりますので、はい、竹の塚の駅のねよろしくお願いします、うん、お客さんたくさん来るからそんなにね、もうお客さん十分じゃないですか。もうよくお願いします。ね、よくくださいです、ね。そうですか。来る前でよくお願いします。よくないとね。どうしよう入れないでしょ。そうですね。あのほったりしかないからでも、うん、あの休み時もありますですね。うんうん休みの時は焼肉食べてるんですか？はいこの辺焼肉美味しいですか？美味しいですよどこ行くんですか？あの店は近いあるね あと梅島とか梅島ね、はい、友達のお店、うんうん、すごいなんかねだんだんと背中が熱くなってきて今なんか今日これよく眠れそうだね夜一人で、はい、あ星もいいね、うんうん、全部でやると時間かかりますね、うんうんはいはい、今日はちょっとお時間ないだねこれで、はい、くんかありがとうございますもう終わりなの今日うん、時間ないですねこれ本当はやると1時間と2時間で予約をお願いします、うん、ありがとうございますでこれ高いですか1回5万円いくらですか1回これこれやると、うん、いくらいくらあの安いですよいくらいくらあのコースで5000円です、うん、安いねコース5000円で軽い全部軽いで、うん、でもコースで方が気持ちいい1時間コースは大体1時間くらいですね1時間5000円そうですわかりました大体1時間税金は税金は取らないですよ、うん、払ってないのか払ってますよ嘘ですよ本当本当払ってる税金込みで5000円そうです税金で5000円うちは税金5年くらい払った本当に領収書ありますよわかりましたわかりました領収書払ってあの真面目にやってますこれもこれ見てください、ね、ありましたお店教科あります、ね、営業教科書あります、ね、営業ありますはいダウルワンイートさんよろしくお願いします1年払ってますあの年領収書あれは借金払ってますありがとうございます